岩手県北上市の秘湯、下湯温泉。大自然に囲まれた露天風呂、7つの湯が湧き出る温泉です。古来より湧き出る7つの湯、自然と新鮮な空気、そして温泉だけ。時を忘れ、温泉に浸かります。5月初旬から11月中旬まで、半年間営業の宿。下湯への道路は最後の5キロほどは曲がりくねった狭い道。北上駅からの送迎車もあります。宿泊は、旅館部と自炊部があり、全室トイレは、ついていません。共同トイレとなります。自炊部を、奥へ奥へと進んでいくと、左手一番奥に、お湯があります。こちらはお湯。混浴ですが、女性専用時間があります。温泉はすべて 100% 源泉かけ流し、湯船の底から温泉が湧く、足元流出泉です。足元流出泉とは、全国でごくわずかしかない究極の温泉。一度も空気に触れていない、生まれたばかりの源泉に浸かる奇跡の温泉です。温泉は、空気に触れると劣化が始まります。こちらは、正気の湯。泉質はお湯と同じ、ナトリウム、カルシウム塩化物泉。お湯ほど熱くはありません。こちらも混浴ですが、女性専用時間があります。効能は、切り傷、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病などです。贅沢なかけ流し、川の流れ模様。贅沢だね。下湯温泉の神様である薬師如来を祀っている神社。温泉が発見されて以来、見守り続けてきた御神木、県民の杉は、樹齢650年以上と伝えられています。夕食の時間だよ。美味しそう。一泊二食一番千円で、食事も美味しく、温泉も最高。コスパが本当に良い宿です。JR 東日本が選んだ、東日本35湯の一つ。その中でも最安値の温泉宿。男女別内湯、白煙の湯。泉質は、カルシウム、ナトリウム硫酸塩、塩化物泉。内湯の温度はかなり優しめなので、ゆったり浸かれます。加水なし、加熱なし、循環の化なし、消毒なし、入浴剤なし。これが本物の源泉かけ流し天然温泉。男女別内湯、古典部の湯。露天と比べて豊富な掛け流し、床には温泉成分でできた模様、ゆっくり浸かるには最高です。白煙の湯と比べて新しく、綺麗です。浴槽は10人サイズ、シャンプーも置いてあります。この古典部の湯は、秘湯らしからぬ新しい浴場で、ガラスブロックと板張りになっています。シャワーブースが4カ所あります。贅沢な掛け流し、川の流れ模様。贅沢だね。露天風呂、眉。朝風呂の時間だよ。お風呂は夜明けから23時まで、夜中は危険なので、入れません。ブナの原生林と下湯渓谷のせせらぎに、包まれた、素朴で趣深い露天風呂、まさに温泉の天国です。自噴する源泉に直接入るには、熱すぎたりぬるすぎたりするため、大変
変貴重な温泉と、いうことができます。東北地方の足元にも必然は次のようになります。朝食の時間だよ。美味しそう。朝食はお弁当のような容器になっており、素朴な料理です。五島あぐり水道のうち、実際には一番築年数が浅い下等間だけが治水部として使われています。素泊まり料金は安いのですが、カビ臭いため気になる方は旅館をおすすめします。工房の建物は使用されておらずに、朽ち果てたまま、ひなびた温泉の住居です。露天風呂は、アクがいるので注意が必要です。名物のお湯は大変熱く、48度近くありますが、常連の方は入浴しています。